スズユーチャンネルはいこんにちは。世界史講師の鈴木祐介です。え、本日5月13日木曜日ですね。はい。で、今日ね、授業なかったんですよ。えー、なんか良かったですね。今日なんか寒いでしょ、今日。雨降ってて。えー、だからちょっとなんかね、厚着しちゃいましたけどね。で、今日はずっと家に引きこもってですね、いろんな作業してたんですよ。で、先ほどはちょっとね、あの、新しい取引先とズームで打ち合わせなんかをやってね。え、それで今、あの、時間ができたんで、ちょっと YouTube 撮ろうかなと思って、 まあしております。はい。それで、あの、今日の、えー、話なんですけど、お知らせとしてですね、えー、実はね、昨日の夜ですね、あのね、あれ撮ったんですよ。あの朗読動画。ね。なんかもうね、トルトル詐欺でごめんなさいね、ほんとね。あの、前回中国史の、あ、これね、これの朗読ね。この朗読動画を出したのが、なんとも8ヶ月前というね。あの時はですね、それこそ毎月っていうか毎週ぐらいのペースで出そうと思ってたんですよ。おそら、ちょうどほら、 あの、10月、11月ぐらいから、ただ呼びが始まりまして、で、ただ呼びの方の業務で、防殺されてですね、まあ正直ちょっとね、朗読動画どころじゃなくなっちゃってたんですよ。ね。で、今も正直現在進行形で、ただ呼びの方忙しいんですけど、まあちょっと時間が、うん、たまたまと取れたんでね。で、ここで一気に取っちゃおうってことで、えーと、昨晩ですね、えー、朗読の方は、アメリカ史とイギリス史とインド史取りましたんで、えー、ぜひですね、あの、ちょっと聞いてください、えー、朗読ね。 あの、で、いつ出すかっていうと、えー、一応あの、応文社さんの方に、あの、確認してもらわなきゃいけないんですよ。あ、一応チェック入りまして、で、これで出していいですかっていうのをちょっと、えー、問い合わせてますんで,で、その確認を先ほど送って、えー、それで、多分、まあ、明日ぐらいに多分返事が来ると思うんで、早ければ明日、つまり5月の14日金曜日にですね、えー、出ると思います。最初アメリカ史ですね。アメリカしから出ます。はい。なので、ちょっと楽しみにしておいてください。ね。これ、あの、見た皆さんはですね、ぜひ、 えー、数字ーチャンネル、まだチャンネル登録してない皆さんは、ぜひチャンネル登録の上お待ちください。はい。で、朗読動画っていうのは、あのー、リンク貼っときますんで、中国史の方ね、ちょっと聞いてみてくださいよ。中国史長いからね、えー、何して、甲文明から習近平まで、四十何分ありますから。で、要は使い方としてね、あの、本当に、えー、最初に書いておきましたけど、えー、もうこれは睡眠用というか、睡眠用とか作業用とか勉強用、もう垂れ流し用です。ね。 なんかちょっと学校の課題やるときになんか音が欲しいというときにこうポチッと再生するとかですね、あとは寝る前、なんか寝つけないなっていうときに、えー、中国史を僕が喋、ね、ってるやつを聞きながら寝ると <laughs> ね、えー、いうのはいいんじゃないかとで。使い方としてはですね、もちろんこのマルチトレーニング持ってる皆さんはマルチトレーニングをよりその消化するために著者自身がこうね文章部分喋ってるわけですから。あのこれ、朗読動画知らない人のために言っておくと、 マルチトレーニングって文章、地図、年表で同じ単元参集する参考書なんですよ。で、それの文章部分ね、えー、教科書的な文章を読んでるんですよ。はい。例えば、これだとアフリカだけど、こんな感じで文章がバーっとあるんで、これをひたすら喋ってます。はい。っていう感じでね、あの、勉強にも有効活用してくださいと。やっぱ耳から聞くってね、結構、あの、本当に記憶に残るんですよ、実際。ね。えー、学校行くときに、例えば、その通学の途中、えー、通学の途中の BGM にしてもいいし、 はい。っていう感じで、えー、まあ、耳から学習しましょうと。えー、結構ね、あの、僕のただ読みの授業も、あの、本当画面見ないで、あの、音だけ聞いてる受験生いっぱいいるみたいね。うん。なので、あぜひちょっと耳からの世界史学習に、えー、お役立てくださいということでね。えー、今日の話はね、ほんとそれだけなんですよ。<laughs> ちょっとそれを、あの、告知しとこうと思って。ね。なんで、明日,日、久方ぶりに、8ヶ月ぶりにね、朗読動画が出る予定ですよと。 でその後はですね、なるべくあの定期的に出していきますから、内接電3本取り終わってますから、アメリカ史の後はおそらくイギリス史出します。でその後はインド史出します。でその後の予定としては、えー、西アジア、あのオリエントから始まってね、イスラムに接続していくところ、えー、それもやりたいし、あとは朝鮮史とかね、あとは地域史ですね、だからそういうも、うんえー、のとかを出していきます。ただ、えっ、ー、とね、黄金社との契約上ですね、これ、ね、全部は読めないんですよ。 全ページ読むの無理なんで、えー、その中からこう YouTube の動画にこう適しているような単元をピックアップして、まあ、これからもですね、出していきます、えー。多分ね、トータルで10本ぐらいは、10本以上は出すつもりなんで、あのー、ぜひねあの、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。ということで、本日はこれだけです。<laughs> ね、動画見てくださった皆さんありがとうございます。えー、本日はですね、世界史上マルシトライディングの朗読動画が久しぶりに出ますからねあの、よろしくっていう、そういうお話でした。 はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録高評価お願いいたします。